タレミミブリヤードダチミミブリヤードブリヤードは、フランスのブリチ方言産の牧羊犬種の一つである。8世紀頃にはすでに存在していたと言われているが、追い立ちの詳しいこととは分かっていない。ボースローンとは、兄弟関係、ヒカルリシープドッグとは、親戚関係をそれぞれ持つとされている。詳しいことは不明であるが、かつてはナポレオン・ボナパルトにも愛され、 飼育されていたことがあったとも言われている。このブリアードという名前が初めて使われたのは14世紀のことで一説によるとこの頃起こったある出来事がその由来になっていると言われている。14世紀にオーブリという名の男が何者かに殺害されたがこれを目撃した彼の飼い犬が主人を殺した犯人を何日も執拗につけ回し犯人がこの者であることを村の人々に 無言で訴えかけた。この話を耳にした、当時のフランス国王はその犬に、主人の仇討ちを行うように命じ、犬は亡き主人の敵を撃つことができた。このことが感銘を呼び、当時決まった、犬種名のなかった本種に、正式な名前が付けられたという説である。この犬と本種ははじめ、オーブリの犬と呼ばれていたが、それが次第に点火していき、オブリの犬、オブリ、ドブリ、 ドブリ、ブリド、ブリアードとなって、今日の名前になったとされている。はじめは、牧羊犬として、羊を誘導するのに用いられていたが、フランス革命の後には、放牧地が減少したため、その必要性が薄れた。そのため、その代わりに羊を泥棒などから守る森畜犬として、主に用いられるようになった。なお、どちらの市役でも羊は、およそ700頭ほど管理することができる。 1863年にフランスでドッグショーにデビューし、1909年に正式な犬種クラブが設立された。しかし、第一次世界大戦が勃発するとクラブは解散され、一時、その存在は非常に危ういものとなった。だが熱心な愛好家の手によりなんとか絶滅の危機は回避し、戦後犬種クラブは再結成された。 まだ毛の短い子犬第二次世界大戦が起こった際には軍用犬として使われ繁殖を推薦されたため絶滅の危機に瀕することはなかった。軍用犬としては補給弾丸やメッセージを運び戦火をくぐって伝令をしたり負傷者を探して仲間に知らせたり救急箱を渡したりすることなどに使われていた。第二次世界大戦の後はその人目を引く用紙と 温和な性質から世界的に人気の犬種となり、現在は実用犬としてよりも、ペットや消毒区として飼育されることの方が多くなってきている。ちなみに、口述するが、耳の形には2つのタイプがあり、地域によって好まれるタイプが異なっている。ヨーロッパでは垂れ耳、南北米や日本などでは立ち耳のタイプが好まれる、傾向にある。日本ではまだ知名度は、 あまり高くないが、数年に一度輸入されて、国内登録が行われている。2010年度も登録が行われた。ブリヤード目まで覆っている、長く豊かで少しウェーブがかった、シャギーコートが印象的な剣種である。このシャギーコートは雨風をしのぎ、防寒をするために発達したものである。毛色は、フォーンやブラック、グレー、アイボリーなどの単色だが、 マズルと耳が黒くなることが多い。筋肉質の引き締まった体つきをしていて、足は長く、後ろ足には2本のオオカミズメがある。小ドックでもオオカミズメは切除しない。マズルは太く短めで、目の大きさは普通である。耳には垂れ耳と立ち耳の2タイプがあり、耳の形が違うだけで、随分と違った印象になる。いずれのタイプも耳には飾り毛がある。 かつて垂れ耳のものは断耳を施して立たせることもあったが、現在は垂れているものは垂れたままでも良いということになっている。なぜ地域によって好まれる耳のタイプが異なっているのかはよくわかっていない。垂れ耳のものと立ち耳のものの間での交配はあまり好ましくないとされ、控えられている。尾は長く、ふさふさとした垂れを。 体高57から69センチメートル、体重34キログラム前後の大型犬で、性格は従順で愛情を深く、優しい。家族だけでなく、家族以外の人や犬とも仲良くすることができ、子供や子犬の面倒を見ることも大好きである。しつけの飲み込みや状況判断力は普通だが、ペットとして飼育するのによく適した気質を持っている。ただし、 やはり元が1日に合計 80km もの距離を走り回る犬種であるため運動量の多さには覚悟が必要である。かかりやすい病気は大型犬でありがちな股関節形成不全、地肌が湿気で蒸れて起こる、皮膚疾患、コートが目に入って起こる、目疾患などがある。ありがとうございます。